キム -1 キム, 1, キム -1 は MOS t e c h n o l o g が1976年に開発した6502ベースのワンボードマイコンマイクロコンピュータキットである。発売当時、その低価格と拡張性により成功を収めた。MOS クノロジーの最初のプロセッサー6501は MC6800 用のマザーボードにセットして使うことができたので能力のある技術者や オビーストは既存のハードウェアを使って簡単にシステを構築することができた。これはモトローラを怒らせ、モスは6501を市場から引き上げざるを得なくなった。そこでピン配置を変えて投入したのが6502である。機能は6501と変わりなかったが、周辺のハードウェアが揃っていないため、その CPU を使ったシステムを作ることはハードルが高くなってしまった。 モスの 650X チームのリーダー。以前は、モトローラの MC6800 チームのメンバーは、そのようなニーズを満たすために、キムマイナス -1 を設計し、1976年にリリースした。マシンは、基本的に技術者に使ってもらうことを想定していたが、多くのホビーストがいることがすぐに分かった。システム構築は、キットの価格245ドルを含めて500ドル以下で、 可能で、あとは使い古しの端末とカセットテープレコーダーがあればよかった。キム向けの小さなアセンブリ言語プログラムが載った本がいくつも出版された。例えば、The First Book of Kim がある。あるデモプログラムではソフト制御可能な出力ビットを小さなピーカーにつないで、キムに音楽を奏でさせた。システムはタイニーベーシック言語が使えるようになって、 さらに人気が高まった。ただし、これを使うにはメモリを拡張する必要があった。また、テープからのベーシックのロードには15分間かかった。ロックウェル・インターナショナル6502のセカンドソースはとともに1976年に評価ボード AIM-65 をリリースしている。AIM にはフルアスキーキーボードと二十桁の十四セグメント、A 数 l d ディスプレイ、キャッシュレジスターのような小さなプリンタを備えていた。ファームウェアとして、デバッグモニターが標準で搭載されており、ユーザーは、オプションのロムチップを購入して、アセンブラか、マイクロソフトベーシックインタプリタを選ぶことができた。さらに、シナーテックは派製、派生品新 -1 を出している。これは、キム -1 と AIM65 の中間とも言うべきもので、 キムのような小さな表示と16新入力用の29キーのキーボードを備えていたが、AIM と互換のある拡張インターフェースを備え、RS-232C も持っていた。キムを出して間もなく、モステクノロジーはコモドールに買収され、キム -1 は CBM のラベルを付けて売られるようになった。チャックペドルはクアーティ配列のフルキーボードとカセットオープン。 装置とモノクロディスプレイ装置を組み込んだ拡張版の開発に取り掛かった。ディスプレイは新たに設計したデジタル回路で駆動され、外付けの端末を不要とした。内蔵ロムにはベーシックが格納されるようになり、電源を入れると同時にベーシックが使えるようにな。こうして1977年 PET2001 がリリースされた。これは同年発売された歴史的な三つの ホビーパソコンの一つである。他は、Apple 2と TRS-80。キム m 1組み立てキットの内容は、以下の通りである。キム m 1の説明書には、1KB ラムとあるが、61028による1 0 2 4トの、他に6532による1 2 8バイトが、加わるので、正確には1 1 5 2トである。 1976年4月号で紹介され、掲載された広告には、1K バイトラム及び、2048ロムバイツと書かれていた。6530の多くの i、O ピンは、基板の端にある、コネクタ部分に接続されていて、T33、ASR テレタイプ端末や紙テープ装置を接続するシリアルポートとして使うことができた。一部のコネクタピンは、 電源供給量、また一部はカセットテープレコーダーを接続することができる。初期のマイクロコンピュータであるアルティア8800などはずらっと並んだスイッチでデータを入力した。使いやすくするためには、まずブートストラップローダーという小さなプログラをスイッチを使ってマシンに入力しなければならなかった。一度プログラムを入力し終えると、 そのローダーがもっと大きなプログラムを紙テープ、読み取り装置などから読み込んだ。これにはどんなに小さなプログラムでも読み込むのに5分以上かかり、スイッチを操作していて、ちょっとでも間違えると、ブートストラップローダーが誤動作することになるのである。そうなったら、最初からやり直すことになる。キムマイナス -1 はもう少し複雑な、ブートストラップローダーに相当する。 プログラム TIM を6530の内蔵ロムに焼き付けてあった。このプログラムはカセットテープを記憶装置として使う機能を持っており、LED 表示を操作し、キーパッドからの入力を受け付けた。電源を入れると TIM が動作し、ユーザーは即座にキーパッドから入力することができた。HIM-1 は最初のワンボードマイコンの一つであり、電源装置を追加するだけで、 コンピュータの実験ができた。その事実と比較的低価格で始められることによって1970年代後半を通じてホビストの間で人気を博した。は、キムマイナス -1 用の低価格なビデオディスプレイを開発した。追加基板で TV、またはモニターに最大4000文字を表示できる装置であった。一般的な設定は16行32桁表示で、 大文字だけというものであった。その基板上には10個の低価格な IC が使われているだけで、キム -1 のメモリを表示用に利用していた。ポピュラーエレクトロニクス氏の1977年6月号で TVT-6 プロジェクトが始まった。このキットは、パイアエレクトロニクスが34.95ドルで通信販売した。ドンランカスターはこれを応用して、 カラー表示と単純なグラフィックス表示が可能な装置をザチップビデオクックブックという本で紹介した。カセットテープ上では、個々のビットが2.484ミリ秒間の音を3つ配置することで表現される。最初の音は常に 3700Hz で、2つ目の音は0なら 3700Hz、1なら 2400Hz、最後の音は常に 2400Hz である。 これにより、実質のビットレートは134.2ビット毎秒となる。LM565 を使った PLL で読み取る。テープ上のフォーマットは次のような順序である。メモリ上の1バイトは、テープ上では、アスキー文字2文字で格納される。例えば、16進法で B5、重心では181という値があるとき、テープ上には B と 16芯では42と35が書き込まる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。